人生は晴れた日の連続です。人生はいいことの連続です。しかし私たちは特別なものを得ることによって幸せだと感じようとする。逆に特別な日、ね、嫌なことが起きたら心がざわついてしまう。だから雨が降ったら心が曇り、10年に一度来るか来ないかの台風に心を奪われ、大変だ大変だって一年中言ってる。あなたが台風です。そうでしょ。大切なことはもうすでに幸せはあるんだって、ね、私たちの人生は晴れた日の連続なんだ。そして晴れた日のことによって私たちはいろんな恵みをいただいているんだ。そのことに感謝を届ける場所がこの神社なんだ、ね、そういう姿を子供たちが見て、子供たちが感謝を皆様に届けるようになるんです。こうやってね、日本人というのは断りしないという。それは何か背中で見せてきた。その背中で見せることを何ていうかというと、陰徳というんです。この陰徳とは何なのかというと、例えばね、席に座ってて、電車で、おばあちゃんが来て、どうぞ、これは徳ですか？これ陰徳と言いますか？これ陰徳じゃないんです。なぜならば、ありがとうって言われるからです。そうでしょ？陰徳とは、その人に気づかれないように行うことです。例えば今日、この準備、席を並べる。おそらく、この美智子様または、総代の代表の方々が、ね、みんなで力を合わせて並べたはずです。その並べた席に皆様は座ってるんです。さあ、その並べた人に、ありがとうって感謝を届けましたか？それを当たり前と思ってませんか、ね、つまり徳とは言いますよ。私は一切徳を積んでないという人と言われる。一切徳を積んでいないという人いないんです。だから徳を積むということは特別なことでも何でもないんですよ。みんながやってることです。じゃあ徳があるってどんな人のことですか？徳があるってどんな人のこと？徳があるとは、人が積んだ徳に気づく人に徳があります。つまり人間とはそんなにね、立派じゃないんですよ。自分が積んだ徳も気づかなければついつい口に出してしまう。そうでしょ。あなたはなぜ私が積んでる徳に気づかないの？あなたが脱ぎ散らしてる靴下はいつも私が片付けてるの？言ってしまう。それなんで言ってるか、感謝されたい。それは自分のためにやってるんです。これは陰徳と言います。徳と言います。黙って片付けるんです、ね。その姿が陰徳なんです。そうでしょ？つまり、皆様が人が積んだ徳に気づかなければ、人は弱いから、その徳を明らかにしようとする。するとこの世の中は損得の世の中になるんです。ところがあなたが積んだ徳に気づけば、いつもありがとうございます、さっきからもうすぐ立って これから手伝ってくれてって言ったらまたしたくなりませんか。つまり人が積んだ徳に気づく人は必ず感謝します。感謝されたその人はさらに徳を積もうとする。そうでしょ。それがこの日本という和の国を作ったんです。黙ってやる。先日うちの息子がね、こんなこと言ったんですね。バスに友達3、4人ぐらいでバスに乗ったらしいんです。一つ席が空いてたらしいんです。ところが後ろからおばあちゃんが来てるのを知ってたらしいんですね。そして前に行け前に行けって言って前に行って、そしておばあちゃんはその席に座ったらしいんです。おばあちゃんはうちの息子たちが席を譲ったことに気づいてませんでした。そしてバス停、自分が降りるバス停でバスに行くから降りていったら、後ろからおじさんが来て、君たち偉いなって一言言ったらしいです。ということを息子が私に言いました。ですから私息子に言ったんです。それは何というか分かるか。それは陰徳というんだ。ね。人は自分が感謝されないがために何かをやろうとする。でも昔の日本人は黙ってこの陰徳を積んでたんだ。そうやってこの世の中、人のため、世のために、でこの環境というのを作ったんだ。だから陰徳を積めるそんな人間になれ。ね、今お前がやってること、それを、ね、やるんだ。ありがとうってね、言われないからいちいち腹を立てるな。ね、それをやるんだ。って言って、わかるか？わかる。ね、それをやるんだよ。っていうことをね、話をしました。で、そうやって昔の人たちは、子供にね、こうやって育ててきたんです。世のため、人のために役に立つ大人になりなさい。
おそらく皆様はそうやって子供を育てたいでしょう。でも今何て言ってますか。自分のためにです。自分のために頑張れ、自分の将来のために、苦労しないために頑張れということです。そして自分のために頑張った子供が都合の悪い親を殺すんです。これが今なんです。でそしてこのね、世のため人のためにやったことが一体どうなったか。最近コンビニに行くと海外の方々がよくいますね。コンビニ、彼らはすごい手際がいいです。さあそのコンビニの店長が優秀だから彼らは優秀になったんでしょうか。どうでしょう。だったら全てのコンビニの店長が優秀です。そうでしょ。違うんです。日本という地に足を下ろし、そして見て聞いて、なるほど日本人のサービスってこうやるんだ、ね、そうやって身につけた彼らが勝手にやる。つまり我々は何を作っている民族か、なるようになる状態を作る民族なんです。古事記の中にはなる、うる、作るという3つのテーマで書かれています。